こんばんは。こんばんは。今回はですね、ウチナー民主主義最前線の4回目になりますか。あ、ごめんなさい、3回目だね。3回目でした、失礼しました。前回と同じように前日収録で、火曜日の夜にお届けするという形になります。今日は月曜日ですね。はい。で、今一緒に映ってるんだよね、2人が、ね。でゲストに来てもらっているのが、玉木愛さんです。シールズ琉球の中心メンバーでもあり、明桜大学、明桜大の3年です。3年ね、はい、はい。今日は実は月曜日で、前回お伝えしたと思いますけどもね、国が沖縄県を訴えた、国土交通大臣が尾長県知事を訴えた大執行訴訟というのがあり、それの、出廷前の尾長知事を励ます集会っていうのが実はあったんですね。でそこに、愛さんも参加してますんで、そこへの感想もちょうどいいタイミングなのでね、聞きたくて、でスタジオに来てもらったわけです。で、まず自己紹介からちょっとだけしてもらおうか。はい。先ほどもあったんですが、明桜大の、名護市にある明桜大学で学んでいます、玉木愛と言います。よろしくお願いします。シールズ琉球で活動していて、で島ぐるみ会議名護の共同代表もさせていただいております。よろしくお願いします。はい。というわけで、後半部分でですね、玉木さんとのトークをお届けしたいと思うので、まずは、私のニュース解説からお届けしますね。はい。じゃあ早速ですけど、早速の前にだな、先週もですね、これポスター貼ったまま私何のコメントもしなかったようなんですが、これはですね、1回目に見てくださった方は大きなポスターで沖縄国際大学のシンポジウム3回シリーズでありましたみたいな過去形みたいで言ってしまったんですけど、3回目のシリーズのポスターがこれでまだ終わってません。ここ映るかな、大丈夫。2月20日土曜日、これからですね、3回目のシンポジウムが行われますよという念のための告知で、貼ってあります。で、ここに大きくあるように観光の島沖縄が問う観光の未来を考えると、これ戦後70周年記念の講演会なんですね。で、当日基調講演というかな、講師を務められるのが沖縄コンベンションビューロー会長の、平長慶さんですね。でこの方はね、すごく知る人ぞ知る面白い発言をした方で、2014年1月の名護市長選挙、稲峰さんの大決起集会、その前年の暮れだったと思いますけど、そこの集会に来て、皆さん新基地を止めるのは当然ですと、辺野古新基地建設を止めるのは当然です、さらにキャンプシュワブ、このキャンプシュワブ自体を返還させて、世界に誇れるリゾートにしましょうと、そこまでね、ぶち上げてドッと会場を沸かせたという、有名な方なんですけどね。もともと狩牛グループというホテルグループの会長さん務めてましたけど、今そちらの経営は離れて、コンベンションビューローの会長さんを務める、この方のお話聞くだけでもきっと意味があると思うんで、ちょっと紹介が長くなりましたが、はい、そういう意味で貼ってありました。で、そうですね。で、先週ですね、今井絵理子さんが参院選出馬の可能性があるらしいということをお伝えして、私なりの感想も少し述べたんですけれども、その収録の翌日、つまり放送日に出馬会見まで一気に行ってしまったんですね。自民党本部で、茂木、選挙対策委員長、選挙対策本部長か、同席のもとに、そしてまた山東昭子さんという議員さんですね、国会議員、この人が、今井さんに声をかけた張本人だったということも分かった、それが明らかになった会見、一気にやってしまいました。
で今井さんが面白いことにその会見の中でポロッと明らかにしたのは1月18日に声をかけられたんだと、出馬らしいんですよね。で一気に2月の上旬に出馬発表の記者会見ですからね、いかに自民党が急いで大慌てで今井さん出馬を世間に知らしめたかってのが分かりますよね。ここの意図が何かは、まあ、皆さんそれぞれ、考えていただければと思うんですけども、まあ、この前言いましたのは、先週か言いましたのは、まあ、島尻愛子参議院議員、いや現在沖縄担当省、この人は大変問題発言だとか沖縄県民にとってマイナスになるようなことをしてしまったり人気がないわけですよね。でご存知の通りつい先日もあの歯舞というあの北方領土の歯舞という字が読めなくて問題になってしまった、まあ、これはちょっと笑い話ですけどね。で沖縄で全く人気のない島尻さんの毒を薄める役割があるんじゃないかってこの前言ったんですけどね、果たしてそういう効果で乗り切れるのかは疑問ですよね。沖縄県民は、あの自民党本部が考えるほどね甘くないと私は見てます、ね、あの決して簡単には騙されないんではないかなと思ってます。それで、私がちょっと残念だなと思うところ一つやっぱりお伝えしておきますとね、今井絵理子さんは昨年8月15日終戦記念日のご自分のツイッターでねこういうことを書いてるんですよ。戦争を経験した方で戦争賛成派の方いますか？もしそういう方がいらしたらどうして賛成なのかを聞きたい。戦争を経験してない人が賛成というのはどこか説得力ないでしょう。今の日本の流れを拝見するとどこかプチ戦争なら賛成みたいに見えるのは私だけでしょうかと、お分かりの方多いと思います。9月に、強行採決によって、安保法制というのが国会通ってしまいましたね。でその直前1ヶ月ほど前のつまり安保法制が話題になっている時にどう考えてもそこを意識してツイートしてるわけですよね彼女はね。でその部分を全くねなかったかのようにその安保法制をご利用ししてしまった自民党から出るというところはねこれはもう残念極まりないとしか言えないそういうことだと思います。はい、以上で、まあ、先週の今井絵理子さん出馬騒動の、フォローの解説でした。で、今日はですね、先週も実は非常にまた予定よりも長い時間かかってしまったので、今週は意識して、短めに、なるべくそこを意識してね、トライしますけども。で、今日はもう本当に、先ほど言いました玉木愛さんも僕も今日集会に参加してますので、国が県を訴えてる裁判ってどうなのか。また逆に県が、国を訴えているという裁判もあるのでそのことを少し解説したいと思います。で今日ねこれはメディア関係者にオール沖縄会議事務局が配ってくれたチラシ、こういうねプログラムのチラシをその配ってくれた後ろにちょっとした解説も書いてくれてるんですね。これが分かりやすいのでこの辺に映るかな。3つ裁判が並んでいるというのは分かりますね。3つの裁判が同時進行で行われていると。でもう少し具体的に説明しますと今映した一番左側にあった大執行訴訟というのは去年の11月に国土交通大臣石井啓一さんというのは公明党ですけどね公明党の大臣が尾長知事を訴えたわけです。福岡高裁那覇支部に対して。これはどう何を訴えたかというと尾長知事が前知事の中山さんの埋め立て承認を取り消したのは違法だと。これをもう執行停止するんだと。でこの前も言いましたけどね執行停止というのはすでに行政復審査法という国民を守るための弱者救済の
法律を悪用してね、もうすでに執行停止もしておきながら、大執行裁判というのは他に手段がない場合にのみ許される大執行裁判というのを同時に起こしたという、もう言語道断ですよね。素人目にもおかしいと分かるような裁判を国が起こした。で、当然もちろん県としてはね、ここはもう正々堂々戦うしかないわけです。こんなむちゃくちゃなことをされてね、県知事が国から訴えられる。で、この県知事は、民主主義の正当な手続きによって選ばれた辺野古新基地ストップするんだという公約を掲げて、多くの県民に支持されて知事を務めてる人ですよね。だから民主主義を否定するのみならず、地方自治も破壊するようなことを平気で今安倍政権はやってると、これはもう断言していいと思います。そういう裁判が起こって、今日はもうすでに4回目の公判になりました。そしてこの4回目の公判で知事が尋問を受けるということですね。まあ要するに被告席に座らされてるわけですから、ね、原告側の弁護士なんかからもいろいろ聞かれて、それに対して堂々と、まあ、反論するなり意見を述べるということが今日、行われているはずです。私たちは集会終わって今こちらのスタジオに来てますけども、裁判はもう本日進んでいるはずです。それと同時にですね、今3つさっき映してもらいましたけど、一番右にあった3番目の係争位訴訟と書いてある、これは国地方係争処理委員会というのがありまして、つまり国土交通省の執行停止は違法であると、これは認められないということを、そういう国と地方の問題をね、仲裁役をやってくる委員会に訴えたわけですね。そしたらそれが却下されてしまった。で、その却下されること自体がもうおかしいので、これはもう国を訴えるしかないという判断で、小長知事が今度は逆に国土交通大臣を福岡高裁那覇支部に訴えたと。で、このですね、第1回口頭弁論も同時に今日行われているようです。つまり小長知事は掛け持ちでですね、意見陳述あるいは尋問に答える、こういうことを長時間かけて行っているわけですね。そしてもう一つ、3つの裁判のうちもう一つはまだ始まっていない裁判なんですが、これは抗告訴訟と言われる裁判で、これも沖縄県が原告で、石井国土交通大臣を、訴えてるんですね。で、どういう中身かというと、中山前知事の承認は違法、そして国土交通大臣の執行停止決定も違法ですね。まあ要するに県としては執行停止に決定によって侵害された利益もあるし、埋め立てというのは憲法が保障する、県の地方自治権を侵害していると。要するにいずれにしても重大な損害を避けるために、その国の決定を停止することが必要だということですね。これが先週お伝えした国と県が訴え合っていると、裁判の応酬になっているということなんですね。で、実際この最後に申し上げた抗告訴訟というのはまだ、公判日も発表されてないような段階で、せっかくこの埋め立て工事を停止するために起こした、県知事が起こした裁判なのに、それをのらりくらり裁判所が引き延ばしてるっていうのはちょっとおかしいんじゃないかということを、県からも裁判所に要望を出している最中ですね。つまり裁判始まらないままね、万が一埋め立て工事を進行してしまうなんてことがあればね、もうまさに県側の、沖縄県側の不利益が拡大していくわけですから、そこをね、早くしてくれっていうのは当然だと思いますよね。はい。で、以上が今行われている3つの裁判ですね。
でやっぱり忘れちゃいはいけないのは、発端は何かということですよね。2013年の12月に中山前知事が公約も破り、民意の圧倒的な民意、8割が辺野古新基地反対って言ってる時期に、つまり民意に背いた反抗をしてしまったわけですね。どうぞ埋め立てていいよな、いいよという反抗をしてしまったわけですから、これは多くの県民が怒ったのも当然ですよね。で、実際その結果、翌年、2014年の知事選では圧倒的な差をつけて、尾長知事、新知事が誕生し、中山さんは敗れ去ったわけですよね。こういうはっきりした民意がある。で、その民意にのっとった決定を尾長さんはしている。で、しかも第三者委員会という委員会まで作って検証までしているというんですね。法的な側面、そして科学的な側面、ね、その結果瑕疵がある、間違いがあるから取り消したわけですよね。本当にね、民主主義のルール、民意の支えがあって行ったことなのに、国がそれを簡単に否定してしまう、踏みにじってしまうというのはね、果たして許されるのかという、ね、子供でも実は分かるような不当な、ね、不当なことを国がしてしまっているということだけは再確認していきたいと思います。はい。で、時間的にはそうか、もうあと7、8分で愛ちゃんに喋ってもらわなきゃいけないな。それでちょっとだけね、ちらっとだけ、沖縄っていうのがいかにある意味特殊な県であるか、基地問題という基地問題という重大な問題があるためにね、こうやって沖縄の新聞が、知事が国連に行った、去年の9月に国連演説に合わせて琉球新報がこういう特集を組む、要するに英文もつけてですね、国際社会にもアピールできるような、基地問題が、どういう問題なのかを分かりやすくね、こんな風にポイントをこういくつかに分けてですね、ね、単なる移設じゃ、普天間を単に田舎に持っていくだけじゃないよと、機能強化で沖縄全体の危険だって増えるんだよということとかね、あと歴史的な構造的差別という視点ですよね。沖縄だけなぜこんな目に遭わなきゃいけないんだと、捨て石にされた県民12万人も亡くなった沖縄戦、地上戦っていうのもありますよね。そういうことも沖縄県民は忘れてません、忘れられませんよね。そういう体験者は今も語り部として頑張ってる方たくさんいますからね。そして、ね、実際このいかに豊かな海なのか、そこを潰して、ね、人殺しの軍事基地を作るってどういうことなんだと、まあ、あとこういう事件事故のことですね。これは沖縄国際大学にヘリが墜落した直後の黒焦げになった壁を写してますね。で、こちら坂里鈴代さんという方が、米兵による性被害ですよね、多くの女性たちが戦後何十年にもわたって被害を受け続けてきたことをアピール、こういうような、ね、形で、これは海外のいわゆる指揮者と言われる人たちが顔写真ずらーっと載ってますけどね、海外109人の賛同性、要するに沖縄を応援する声明でもここに英文で載ってますよ。こういうふうに本当に頑張ってます。で、今日集会の会場で配られたのはこういうシンポジウムで、辺野古のこの裁判、沖縄県民の側に立って、ね、しっかりとこの裁判を捉えようと、そして知事を支えようというシンポジウム、すかさずこうやって行われるわけですよね。これも沖縄ならでは、僕は沖縄の底力って言葉をよく使うんですけどもね、ミニの底力でもあるし、要するにシンポジウムだとか集会だとかやって、みんなのミニをまとめて、そして外にアピールすると、こういうことを繰り返し沖縄県民は頑張ってきてるってことをお伝えして、あと急ぎ足で、まあ何分かで愛ちゃんのトークね、はい、で、もう好きにね感想を言ってくれていいんですけど、今日の感想で
他の記者さんにもね、取材受けたりしてましたよね、終わった後。で、僕が覚えてるのは、やはり尾中知事一人が訴えられてるっていう問題ではないっていう意味のこともね、はい、愛ちゃんに言ってましたよね、うんうん、それは今まで、基地問題とか選挙とか政治とかに関心を持って愛ちゃんがいろんなものを見てきて考えてきたことと、うん、結びつけてそういう意見になってるわけだよね。そうですね。そこら辺を少し自分の言葉でちょっと語ってくれたら、ねえ、うんうん、なんか私が通ってた小学校が、うん、宮森小学校っていう、うん、1959年にジェット機が墜落した小学校で、うんうん、で自分私の両方のおじいちゃんも、うん、第二次世界大戦伊江島と、うん、あと満州に渡って北の方だったらしいんですけど、だって戦争体験もしてて、でもやっぱこの戦争と70年前の戦争とこう米軍基地の関係っていうものをなんかしっかりと私自身も結びつけてなかったんですよ。で事故が多発している、米軍基地関連の事故が多発しているっていう事故事件ですね。でその中ででも私もあんまり声を上げて何か訴えようという機会は全くなかったんですけど、しかし大学生になって前知事が承認したあの日の衝撃っていうのはもう本当に怒りと悲しみと、じゃあこれから沖縄で生きていく一人の市民として、まだ多分私あの時19か18だったんですけど、何かしないといけないなっていうところみたいな、だしこのやっぱあの前知事の裏切りっていうのは本当に沖縄に住んでいる市民で日本に住んでいる、で日本っていう枠組みを超えて世界にいるうちなんちにとってのなんか尊厳やら誇りやらを一気になんか足元から崩していったような判決というか決断で、だからそれに対して私はノーも示しノーっていうことも示したいですし、でその沖縄県民の意見民意っていうのが、うん、去年の2014年にあった県知事選で約10万票差っていう差を生み出したと思うの で、うん、でこの裁判も全くこの、ね、沖縄県対で沖縄県対国っていう構造の中で、うん、尾長さんが一人でなんか頑張ってるよみたいな変な印象も持ってる方もいらっしゃると思うんですけど、けど全く、まあ、全然違うと思います、うん、私が尾長さんを選びましたし、うん、沖縄県に住んでいる市民が尾長さんを選んだと思っているので、うんうん、私自身も当事者だと思います。当事者という意味ね、うん、尾長さんだけが戦ってるわけではなくてね、そうそうそう、で僕もね先週だったかな、こういう言い方したんですよ、沖縄県民の中にはね知事が訴えられているということは自分の人権までがね、うん、蹂躙されているように感じる人もいると、うんうん、それにね自分も訴えられてる感覚になる人も多いはずだって言ったので間違ってないよね。そうですね、うんうんうん、で僕さ愛ちゃんと出会ったのは結構前で2014年のね、うん、衆議院選の前だったんだよね。そうですね、うん、で、まだシールズはなくてその前身といったらちょっと違うかもしれないけどユンタクル、ユンタクル、クルって要するにあれは若者たち学生たちが中心になって、うん、要するに選挙に関心持とうよとか、はい、語り政治のこともざっくばらんに語り合おうよとか、そうですね、そういう目的だったんだね。それで辺野古高いバスツアーなんていうのがあってそれに私は密着取材させてもらったんだ、ね、はい、その時からの知り合いなんで実はね、そうなんです、うん、シールズは去年からだけれども去年の、そうですね、一昨年知り合ってるんですね、うん、で、で僕なりに愛ちゃんの発言とかね、マイクパフォーマンスとかも見てきてるわけだけれども、うん、やっぱり僕が感じるのはね、今自分でも言ってたようにそのおじいさんの戦争体験とか、はい、非常に大事にしてというかな、そのことと自分が今生きてるっていうこととうまくって言ったら変かな、きちんとつなげてね、うん、考えようとしているところがやっぱり、僕から見ると光ってるっていう部分だ。ああ、本当ですか、うん、これはお世辞抜きでね、ああ、うん、そこはやっぱりいつ頃意識した、さっきもちょっと言ったけどやっぱりその中山さんのめちゃくちゃ
以降なのかしら、そういうことを意識する。そうですね、うん、こうやっぱそれまでは、うん、自分があの時まだ19歳なんですけど、うん、自分が生きてきた19年間の沖縄しか見ないで、うん、なんだろう、じゃあこれからどうしていこうかっていうのを、うん、なんか自分の頭の中で考えたり、うん、こういう友達との浅い会話で、うん、なんか米軍基地の話だったり沖縄の問題のこと話してたんですけど、けどやっぱこの前知事のあの承認があって、うん、こう新基地建設の問題だけじゃなくて、うん、この70年前沖縄で何があったのかっていうことを知りたいなと思ったんですよ。それは一人のうちなんちとして、はい、でただ自分が生きてきた19年間の沖縄だけじゃなくて、この戦争体験してきたおじいちゃん、自分のおじいちゃんだったりで、戦後復帰を生きてきた人たちで、その人たち の言葉を通じてこう沖縄で何があったのかっていうのを自分の中に組み込んでいて、でそれを自分が言葉にするっていうことがなんかすごいですよね。なんかこう自分の中で自分は何も本当アイデンティティとかそういう尊厳みたいなものをどう自分で作り上げてというか組み替えて、うん、あ、そうか、やはり、その誇りとか尊厳みたいなものが、うん、やっぱり脅かされてる今 の、ね、政治的な状況、特に安倍政権になってから、うん、っていうのはやっぱり強く感じますか？感じますね、うん、なんとなく危機感というか、うん、こう私も友達と遊んで、うん、こう普通に結婚して、うん、なんだろう、人生を送っていけば私は幸せだと思ってたんですけど、でも本当自分が知らない間に自分が生きていく社会を、ちょっと言い方悪いんですけど、うん、今もう50代60代で、うん、まあ、ある程度時間が決められた方たちが私たちのこの将来生きていくであろう未来のことを決めているっていうのに対して、うん、わあ、なんでこうなんか許せないなっていうか、そうか、そう、なるほどね、うん、要するに私たちこれから私たちの時代であり、その子や孫の時代、はい、要するにね、自己決定権ということももうね、今沖縄でクローズアップされてるけれども、うん、まさにそういうことですよね、はい、自分たちのことは自分たち決めるんだと、うんうん、そういう意識が強くなってきたってことですよ。そうですね、うん、なるほど、うん、本当にごめんね、俺まとめにくいから、相変わらずそう時間配分がねうん、まだ体が覚えてなくて、あっという間にまた時間切れになってしまう。すいません、私も話長くて。うん、とんでもない。また改めて来て、はい、続きはちょっともう少し、もう少し聞きたいのでね。はい、うん、ごめん。いやいや、すいません、私もなんか、はい、うまくまとまってなかった。いや、ちょっとニュース解説とドッキングして欲張りなんでね、どうしてもせっかく来てもらって、この前もキム・ソンホン君に来てもらって、うん、彼もね、もっと喋ってほしかったんだけど、解説が長引いてごめんって言ったんだけど、同じことを2週続けて言ってるとか学習能力が足りないかもしれない、うん、ただそうだね、だけどこうやって若い人で、あ、今カメラを操作してくれてる石橋ゆりちゃんも追ってね、またね意見を言ってもらおうと思ってるんだけど、うん、だから若い人になるべくね、今若い人は何考えてるのかっていうのね、うん、せっかくネットの放送なのでね、若い人にもやっぱり見てもらいたいから、はい、うん、新聞読まない人ももしかしたら同世代の人が出てたらね、うん、見てくれるのかなですね、おじさんとしてはそういう意識もあって、うん、みんなに参加してもらおうと思うので、はい、今後ともよろしくお願いします。で、あと1個だけだな、今琉球新報だけ頑張ってるわけではなくてね、沖縄タイムズで一つ重要な最近、特集をやってるのを紹介して、誤解だらけの沖縄基地という特集があるんです。沖縄タイムズが1月に入ってから、今年明けてからね、年明けから始めてる基地問題の特集、それはいわゆるネット右翼と言われるような人たちがネットを使って騙すような、流すような嘘ですね、嘘とかデマを丁寧に否定したり、解説を加えて分かりやすく誤解を解いたりという意味の記事が始まってます。それでこれはね、
さっきスマホで調べたら有料会員でないとネットでは見れないみたいなので、僕はちょっと今日は用意できないけど、あのいくつかこう新聞記事をね引っ張り出してきてちょっとお見せしたいと思いました。で、もう一つあのちょっと注文めいたこと言うと、あの視聴者の皆さんは沖縄の新聞が書いてあることはとってもためになります、うん、あの中央の新聞が載ってない、え基地問題って実はこうだったの、辺野古辺野古って名前だけは知ってるけどこんなあの曖昧な伝え方しか私たちはされてなかったのということが、沖縄の新聞を読むとかなり正確に明確に分かる部分が出てきますから、うん、要するにねお小遣いの余裕のある人はあの電子新聞ですね、これはもう全紙面がリアルタイムにその日の朝明け方には読めるという電子新聞の購読を琉球新報か沖縄タイムスねしてくださると嬉しいなと思ったりしています。まあ、あの新聞社の回し者と私のことを呼ぶネットウヨさんもいるみたいなんですけど、はい、強くお勧めします。では今日はこんなところで、また来てね、はい、はい、ぜひありがとうございます、はい、ありがとうございました。じゃあこの辺で今日は失礼します。